ナンバーアンダーラインアイライブツアー、チケット転売問題についに決着。厳格化の内容とは、ナンバーアンダーラインアイ滝沢市、純粋なファンを守る、本人確認強化でライブはどう変わる。ナンバーアンダーラインアイのライブツアーに関する最近の発表は、多くのファンに驚きを与えました。チケットの転売問題が収まらない中、グループは入場時に厳格な本人確認を実施することを決定し、 そのの詳細が公公式サイトでで開されたのですこの背景には、ファンが安全に、そして何よりも楽しむための環境を守るというグループの強い意志があるようです。ファンと直接つながる貴重な機会であるライブコンサートは、アーティストとファンが一体となる特別な空間です。しかし、その空間が一部の転売業者や悪意ある行為によって脅かされることが増え、純粋に楽しみたい多くのファンにとって問題となっています。 音楽業界における転売問題は、間に始まったことではありません。チケットが高額で転売され、ファンが手に入れにくくなるという現象は、特に人気アーティストの講演では常態化しています。転売業者が購入したチケットを数倍の価格で売り出すことで、一般のファンは正規の価格でチケットを入手することが難しくなり、場合によっては手の届かないものとなってしまいます。さらに 高額なな売チケットをを購入入ししてままったファンが、会場で入場で拒否されるという事態も少なくありません。これはアーティスト側にとっても非常に残念な結果でありファンとの絆を大切にしているグループにとってはなんとか対処しなければならない問題ですナンバーアンダーラインアイが発表した声明によるとコンサートのチケットに関してはこれまでもファンが安心して公演に参加できるよう 申し込み方法や入場手続きを整えてきました。しかし、依然として一部の人々が営利目的でチケットを購入し、それを転売する行為が後を絶たないという現状に直面しています。これを受けて、グループの代表である滝沢秀明氏は、転売行為に対抗するために本人確認の厳格化を決断したことを明らかにしました。滝沢氏の言葉には、ファンを守りたいという強い思いが込められています。 彼は、本当はお客様の情報提示を求めたりしたくないのが本音ですが、純粋に応援してくださる方々を守るために厳格化することを決めましたと語り、転売行為によって正規のファンが不利益を被ることを避けるために、やむを得ない対応であることを強調しました。この決断は、アーティストとしても苦渋の選択だったことでしょうが、それでもファンとの信頼関係を守るために必要な措置と考えられています。 転売問題に対する対策としての本人確認の実施は、音楽業界全体でのトレンドにも沿っています。近年、特に日本国内外での大型イベントや人気アーティストのコンサートでは、転売問題を解決するためにさまざまな対策が取られています。例えば、一部のイベントでは、顔認証技術を利用した入場システムが導入されており、これにより、 チケットを正規に購入した人のみが会場に入れる仕組みが整えられています。これにより、転売チケットを使用しようとする者は入場を拒否され、転売業者にとっては大きなリスクとなるのです。ただし、こうした対策には一部の懸念も伴います。本人確認や顔認証などの技術を導入することで、プライバシーに関する問題が提起されることがあります。特にファン側からは、 個人情報の取り扱いに対する不安の声が少なくありません。また、顔認証技術の導入にはコストがかかり、チケットの価格がさらに上昇する可能性も指摘されています。ファンにとっての安心・安全な環境を提供するためには、こうした技術的な進展と同時に、ファンの信頼をどう維持するかという課題も考慮する必要があるでしょう。n o ン,ン,ンアイの決断は、 転売問題に対する一つの答えを示していますが、それだけでは解決できない問題も残されています。例えば、チケットの需要と供給の不均衡が原因となって、転売が生じるという構造的な問題もあります。ファンが確実にチケットを入手できるようにするための取り組みや、公式リセールサービスの充実も重要な解決策として考えられます。公式リセールサービスは、 正規の価格でチケットを再販売できるシステムであり、これにより、転売業者が介入する余地を減らすことができます。また、転売問題を解決するためには、アーティストだけでなく、ファン自身も意識を持つことが重要です。ファンが公式のチケット販売方法を守り、転売チケットを購入しないという倫理観を持つことで、転売業者が利益を得る機会を減らすことができます。実際に、 いくつかのアーティストコミュニティでは、ファン同士で転売チケットを購入しないよう呼びかける運動が行われており、こうした取り組みが広がれば、転売問題は自然と減少する可能性があります。音楽業界全体でのチケット転売対策は、今後も進化していくことが予想されます。新しいテクノロジーの導入や法律の整備が進む中で、アーティストとファンがどのように協力して、この問題に取り組んでいくかが鍵となります。 ナンバーアンダーラインアイのように、ファンとの信頼関係を大切にするグループは、転売問題に対して積極的に対応し、ファンが安心して楽しめる環境を提供し続けることでしょう。その結果、ファンもまた、アーティストに対する信頼と感謝の気持ちを深めていくに違いありません。ライブは、単なるエンターテインメントの場ではなく、アーティストとファンが共有する特別な瞬間です。その瞬間を大切にするために、 チケット転売という負の要素を取り除くことは、アーティストだけでなく、ファン全体の利益にもつながるのです。ナンバーアンダーライン愛の取り組みが示すように、今後もこの問題に真剣に向き合う姿勢が、音楽業界全体に広がっていくことを期待したいものです。そして、ファンとアーティストが共に築く新しいライブ体験が、より安心で、心から楽しめるものになることを願っています。また、 ナンバーアンダーライン愛のように、アーティスト側がチケット転売問題に対処するために本人確認の強化を行う一方で、ファン自身もこの問題に積極的に関与する必要があります。これは、単に転売チケットを購入しないという消極的な態度だけではなく、コミュニティ全体で健全なコンサート文化を守ろうとする積極的な姿勢が求められるのです。例えば、SNS やファンクラブの中で、 転売チケットの購入を避けるよう呼びかけたり、公式のチケットリセールシステムを利用するよう促すなど、ファン同士が連帯して転売を撲滅する努力をしていくことが必要です。一部のアーティストやイベントでは、公式のリセールプラットフォームを導入することで、転売業者による高額転売を防ぐ仕組みが整えられています。これは、正規の購入者が何らかの理由で公演に参加できなくなった場合、 そのチケットを他のファンに適正な価格で販売するための方法です。こうした公式リセールシステムは、チケットの需要と供給のバランスを調整し、転売業者が利益を得る機会を減らすことに寄与します。また、ファンにとっても安全かつ安心してチケットを再購入できる場となり、公演に参加できる可能性が高まります。しかし、こうした対策にはまだ課題も残されています。例えば、 リセールプラットフォームの運用コストやシステムの整備に時間とリソースが必要であり、それがチケット価格の上昇につながる懸念もあります。さらに、ファンの中には、急遽公演に参加できなくなった際に、転売サイトでの高額販売によって損失を取り戻そうとする人も少かなからず存在します。これを防ぐためには、アーティストやイベント運営者が透明で公平なリセールプロセスを提供し、 ファンに対しても倫理的な行動を促すす教育が必要ですまた、チケット転売問題の解決には、テクノロジーの役割も大きいです。現在、入場時の本人確認に加えて、ブロックチェーン技術を利用したチケットの発行が注目されています。ブロックチェーンは、チケットの履歴を不正に改ざんできない形で記録することが可能であり、正規のチケットかどうかを確実に確認できる仕組みを提供します。 これにより、チケットの転売が検出されやすくなり、悪質な転売行為を未然に防ぐことができると期待されています。ブロックチェーン技術を導入することで、ファンは正規のチケットを手に入れる安心感を持つことができ、またアーティスト側も不正な転売が行われない環境を確保できます。さらに、転売問題に関しては法律の整備も必要です。日本では、チケット不正転売禁止法が2019年に施行され、 営利目的での不正転売が違法となりましたこの法律の導入により、多くの悪質な転売業者が摘発され、ファンが安心してチケットを購入できる環境が徐々に整いつつあります。しかし、法律の適用には限界があり、すべての転売行為を完全に取り締まることは難しいという現実もあります。特にインターネット上での匿名性を利用した転売は依然として行われており、 監視の目をかいくぐる手口が次々と生まれています。従って、法律の強化や国際的な連携が今後の課題となるでしょう。ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが転売問題に対して真剣に取り組む姿勢を見せることは、ファンに対しても大きなメッセージを送ります。彼らの決断は、転売行為がファンやアーティスト双方にとってどれだけ有害であるかを再認識させるものです。また、このような対策は、 アーティストがファンとの信頼関係を大切にしていることの表れでもあります。滝沢秀明氏が語ったように、情報提示を求めることは心苦しい決断ではあるものの、純粋に応援してくれるファンを守るための措置であるという姿勢は、多くのファンに理解されることでしょう。今後、他のアーティストやイベント運営者も、ナンバーアンダーラインイのような取り組みを参考にして、転売問題への対策を強化していくことが期待されます。 特に技術の進歩や法律の整備が進む中で、より安全で公平なチケット販売システムが構築されることが重要です。それと同時に、ファンの側でも、チケット転売に対する理解と協力が求められます。アーティストとファンが共に協力し、健全で安心なライブ文化を守るためには、双方の努力が不可欠です。